令和2年10月14日水曜日、午後3時ごろ、横須賀市消防局庁舎、横須賀市小川町11番地において、異臭を確認したため、横須賀市消防局が、待機を採取を行いました。採取した待機は、県の環境科学センター、平塚市のみ1丁目3番39号におきまして、ガスクロマトグラフ質量分析装置を用いて分析を行いました。ガソリンなどに含まれるイソペンタン、ペンタン、ブタンが、異臭が感じられなくなった空気と比較して、7倍から14倍、の濃度で検出されました。いずれも毒性は低い物質であり、濃度も低いことから、直ちに健康に影響を及ぼすレベルではないというふうに思います。同様に、ガソリンなどに含まれ、有害性があることから環境基準が定められている、ベンゼンも検出されましたが、年平均値で評価される環境基準値を下回る濃度でした。現時点では発生源は特定できていません。今回の分析結果等を踏まえ、関係機関と連携して原因調査を進めるなど、引き続き対応に当たってまいります。